YouTube の話をですね、あ自分の YouTube の話をしていきたいと思いますあの。YouTube のタイトルですね、ちょっと変えたんですよ。今まで一行チャンネルだったじゃないですか。で、あの、なんじゃそれみたいなチャンネル名だったので、多分そのチャンネル名一つで、なんか登録しないとか、もう、なんだこのチャンネルみたいな感じで、まあ、いいやみたいな思,う思ってた人って多分たくさんいると思うんですよ。その初見の人とかって。 で今回ですね、あのちょっと前にですね、1個副業アットビジネスチャンネルに変えたんですけど、あの変えたらですね、チャンネル登録が本当に、今まで月に50人ぐらいしか増えなかったんですけど、7月8、7月、この1ヶ月間ぐらいで見たら100人ぐらい増え,増えるようになって、まあ、確かに動画を足すあの確率も増えたっていうのはあるんですけども、た、まあ、多分 あのまあ、チャンネル名とかもあるんじゃないかなって思いましたね。でこれからその、まあ、アドバイスをしていきたいんですけど情報発信をしたいとか自分の何か情報を SNS で伝えたいっていう人はですね自分は何々の何をやっている人っていうのをですねあの必ずタイトルにつけるようにしてください僕だったら、まあ、副業でビジネスチャンネルをやっている人みたいな。 感じ、まあ、ちょっと分かりやすく言うとまあ最近書いちゃったんですけどこれ謎じゃないですかそもそもしかし副業あとあと明確で明確になると ななるわけなんですよねだからある意味3年ぐらい前からあの謎のチャンネル名でやっていた僕っていうのは本当に頭が悪いんですよとんでもなくそれをですねようやく副業ビジネスアットビジネスチャンネル変えることによって例えばこれだけで月に20人増えてたと仮定したら3年間だと仮定したらえっと 240四十あ二百で百四十ですよね年間でえっと3年間だから、まあ、700ぐらい変わってたわけですよねで僕のチャンネルが今2600人ぐらいなので700人いたら3400人ぐらいになってたわけで超もったいないなって思いますよねだからこれが本当に なんですかね、ある意味独学でビジネスをやっていると、まあ、こういったダメなところもあるっていうのがあってでも逆に誰かに教えてもらえたとして、まあ、こうピンポイントでこういうのを教えてくれる人もそんなにいないと思うので、まあ、今 YouTube に撮ってるんですけどだからもう一回ですね自分の Twitter のアカウント名とかインスタのアカウント名とか YouTube のアカウント名とかあとは物販もすげえ大事なんですよあの物販のアカウント名例えば あの物販でですねフィギュアとかを扱っているのになんか自分の名前でアカウント作っちゃうとか例えば「佐藤。jp」佐藤とかみたいなあとは「ジャパニーズコレクター」みたいなコレクションみたいなではなくってアカウントとか自分の名前っていうのは一目で分か,ら分かってもらわないとダメなので。 僕が人形とかのコレクターをあの販売するんだったら、もう最初につけちゃいますね。なんか、例えば、キティちゃんの人形の専門アカウントだったら、ハローキティ、ええー、まあ、ドールとかフィギュアとかの、J、コレクター JP とか。 JP 春を着てコレクターとかコレクションとかなんか本当に一目でわかるような感じのものをですねあのつけますねでこれはまさにツイッターとかインスタでも本当にそうでだからツイッターとかもなんかお例えば、ま、お金稼ぎマインドとかで書くんじゃなくてもっと具体的に書いていくみたいな一目でわかるような感じで っていう感じでやっぱり YouTube とかマジで損したなっていうのがあってこれだけでもやっぱり変わるんだなっていうのがあるのでもっと基本的なことなんですけどもっとこういったしっかりとビジネスの考えとか常に思考を働いていかないと3年がこういった目に遭うと本当にもったいないので、まあ、自分の戒めとして動画を撮ってるっていうのもありますね。 そうですね。だから最近、ずっとアベレージで100とか200再生とかしかなかったんですけど、いいものだと300近くとか言ってたりとか、まあ、500とか、700とか、400、400とかもあるようになったので、やっぱショッピー系はやっぱりまだ新規ジャンルっていうことで伸びてますよね。2100回とかありますし、やっぱこのマインド系とかって結構、 マニアックな人は見てるんですけど、まあ、ある意味無料の YouTube でこんなに出してるので、あの勉強し放題だと思うんですよね。だから別にチャンネル登録1万人ぐらいいてもいいじゃんみたいな思うんですけど、でもやっぱり増えないことには増えない理由があったわけですよ。こういうちゃんとやってなかったりとか、あとコールトゥ a アクションですね、チャンネル登録お願いしますとか、動画内で言ってなかったりとか。 あの、また訴求してなかったってことは、めちゃくちゃダメなところですよね。結局、人は訴求してからこそ行動できるものなので。で今後のはですね、チャンネルの展開としては、まあ、最近結構伸びてきてるので、まあ、動画を出すのもやっぱ面白いですし、やっぱ僕自身のアウトプットにもなるので、まあ、これから動画ですね、まあ、どん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 出していこうかなと思いますね。もしかしたら、 まあこのチャンネルは、まあ、サブチャンにして、まあ、本チャンネルを作るかもしれないですね。もっとマス層に。マス層にリーチしないと、伸びないんですよ。YouTube なんて特に。マス層っていうのは、やっぱり、大多数の人ですね。大多数の人。要は、誰でもみたいな。例えば、副業だったら、 eBay をやってる eBay チャンネルっていうのか例えば副業で1万円でも稼ぎたい副業チャンネルかってなったら絶対に副業チャンネルの方が増そうに響くんですよだから僕の場合だとやっぱ得意なことは何かっていうとやっぱりこの考え方とかマインド系とか、まあ、結構独学でやってきたこととかなんか一人個人で生きるとかなんか自由に生きる縛られないで生きるとかこういったことがやっぱり得意なので まあこういったところのニーズに対してまあまあ裾にリーチできるようなチャンネルを作ればある意味サブチャンと本チャンでお互いですね例えば1日1本出せば月間60本たまるわけだしでお互いにあのこっちのチャンネルもやってますっていうことを言えばやっぱり今よりも2倍3倍ですねチャンネル登録者数が増える可能性っていうのがあるのでで昨日とかですねなんか14人ぐらい増えたんですよチャンネル登録。 なんか奇跡的にあの14人増えることなんて本当にないんですけどなんか奇跡的に増えててあれはこんな増えんだみたいなじゃあ仮にですねやっぱり1日20人増えたら月間600人ですよねで年間7200人増えるってことじゃないですかそうしたら今のチャンネルが1万人いきますよねサブチャンでもでもこれをやっぱり一つのチャンネルだと無理なのでもう一個真っ青のチャンネルを作ってお互い紹介し合うとか あとは本当に一日中 SNS ですねインスタツイッターとかそういったものを一日中やっていいね回りしたりとかコメント回りしたりとかしてどん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 自分の存在っていうのを見てもらうあとは例えばノートとかココナラとかブログとかそういったところで記事とかですねあの SEO 的にそのインターネット空間に自分の情報とか記事とかコンテンツっていうのを投下してあのいろんな人にアプローチしてみてもらうで最終的に あのゴールっていうのは自分のチャンネル登録をしてもらってで僕はやっぱり今1万人行きたいっていうのはあるのであのー、今頑張ってるんですけどさすがに1万人行ったら結構すごいじゃないですかあのビジネス系チャンネルで自分の考え方を喋ってるようなチャンネルで行ったらすごいしその分権威引性とかも生まれるし やっぱりそういった立場に行きたいですよね。せっかく YouTube やってるんだったら、せっかく YouTube やってるんだったらやっぱり漫画家ですよね。1万人行きたいですよね。でも別に1万人行くのが1年後でも2年後でもいいんですけども、あの最終的には1万人行けばもう嬉しいですね、もちろん。で、マスにやっぱりリーチしないと絶対に無理なので、まあでも、2つ作っていろんな媒体に自分のコンテンツ投下して、 まあ普通にやっていけば多分1万人っていうのは見えない数字じゃないんですよ。なんでかというと今2600人なのでかけるようにしたら1万人じゃないですか。だから確実に時間が経てば行くことは行くんですよ。あの2年後3年後とか長い目線で見れば絶対に行くんですけどもこの行くまでの到達っていうのをどれだけ早くできるかっていうことがすごい大事だと思うんですよね。だからこの1万人行くために何を捨てないといけないかそうすると他にやってる作業とか他にやってる 何かビジネスっていうのを例えば外注さんにお願いするとか誰かに任せるとかでその分自分の,あのメディアの発信だったりとか自分の影響力をつけるための行動っていうのに時間が割けるっていうことができるとやっぱりどん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 効率化が良くて伸びていくなっていうのがあるのでなので今ですねこの僕のチャンネルの方でもできる限り毎日ですねあのここですねできる限りもう毎日アップしようと思ってますあの僕の情報 長い動画だと本当に30分ぐらいあるのであの30分あったらですねあの1つぐらいいいフレーズがあると思うんですよ動画で喋っててじゃあその1つですねいいフレーズっていうのを自分でゲットできればそれを毎日1ついいフレーズをゲットできれば人っていうのは月に30個ですねいいフレーズをゲットした人になれるんですよでそのゲットしたっていうのはインプットになるのでこのインプットっていうのをどう 視覚化できるかどうアウトプットしていくかであのやっぱりその自分のコンテンツとか自分の影響力とか自分の資産っていうのが変わっていくのでやっぱりその毎日勉強できるようなですねあのチャンネルにしていきたいなと思ってますね。で基本的には毎朝7時15分にですねあのセットしようかなと思ってますま。理由っていうのは7時にやっぱりあの両学長が動画出すので。 まあ、7時15分ぐらいでいいかな、みたいな感じで。<laughs> そうですね。やっぱもう、多分僕のチャンネル見てる人、ほとんどが口を見てると思うので、まあ僕も、あのー、毎日昼ぐらいに見てますので、あのー、まあそれぐらいにしようかなっていう感じですかねで。無理なら夜ぐらいに出そうかなと。まあ、ほぼ毎日、無理だったら、月に25本ぐらいは、ちょっと出していこうかなと思うので、チャンネル登録してほしいですし、なんか広めて、とにかく広めてほしいですね、できれば。 あの他の人とか他に副業やりたいとか勉強したいっていう人とかあのどん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 広めていってほしいですねなんかブログとか YouTube とか SNS で紹介してもらったりとかうんなんかお願いしたいと思いますねで最近ですねあの毎日コメントが来るのでどんどんお気軽にコメント欲しいんですよなんでかっていうとコメントが来たものに対して例えばコメントを4つぐらいですねまとめて動画で答えたりとかやっぱり動画のテーマとかにも結構できるので 要はコメントを返しても基本的にはテキストで返すのが普通だと思うんですけどあの僕は全然動画のテーマとかで喋ってももう全然いいのであの本当にコメントをどん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 くださいでまとめて5本10本とかですねあのコメントとか答えていけば楽しいですしもし僕のチャンネルが3000人5000人1万人とかいけばなんかライブ配信みたいな感じであのコメントに来たものに対してライブで答えていくみたいな あのことをやっていくのもまあ今後やろうかなとも考えているので、やっぱそれはどん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 増えてきたらどんどんやりたいですし、やっぱり自分のその来たものに対してどうすぐ答えられるか、これめちゃくちゃ成長できると思うんですよ僕自身も。例えば YouTube のライブしてコメントが来ました。それをですね、本当にあの数秒とかで返せる。僕は返せる自信ありますし、あのそれにりにやっぱり伝え バかりやすく返せる自信もあるし、やっぱり。そういった自信はあるので、あのやっていきたいですね。もしもしかしたら今後増えてきたらやりたいなと思いますね。やっぱり今やったとしても多分何人ぐらい見てくれますかね？5人10人ぐらい。でも5人10人でもすごいとことだと思うんですけども、も、うんんは、まあ、あるんかなと思いますね。 で僕の動画っていうのも,もうですね、えっと、1、2ヶ月前ぐらいから、もう動画の中に広告はつけないです。あの、動画の冒頭と終わるの時だけにつけます。これ、理由があって、あの、YouTube って全部の広告を外すと、あの、YouTube 自体で評価されなくなっちゃうんですよ。なんでかっていうと、YouTube って広告をつけるから儲かってる企業なんですよ。お金が発生するんですよ。でも、YouTube のプラットフォームを使って広告をつけないと、YouTube の なんかデータだけをデータっていうか容量だけを奪いに来ているチャンネルだけになっちゃうのでそうするとなんか評価されないらしいんですよだからちょっと広告つけないとダメみたいなのであの頭と終わりの部分だけにですねあのつけるので動画の中にはあの広告は一切つけないのであの本当に勉強しやすい環境にあのしていくので絶対にチャンネル登録とあのどん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 増やしてほしいですねはい あとはですね、あの、もし YouTube やってる人がいたら、まあ、僕とコラボしたいとかあれば、あのどん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 コラボしていって、まあ、お互いどんどん増やしていけばいいかなっていうのは思いますね。まあ、全然300人とか400人、500人ぐらいいてくれればいいと思いますし、なんかお互いにその手法とかではなくて、なんか考え方とか、うん、なんかそういった部分でも共有できたら楽しいかなと思うので、 なんか興味ある人いたら全然 LINE でもいいし YouTube でもいいのであのメッセージ欲しいですねでやっぱりコラボするとかが一番伸びると思うので結局だって知らない人にあのアプローチできるわけなのでその分だからそういった人がもしいたらあの欲しい欲しいっていうか言って欲しいですねだからまあ最終的にはですねやっぱり自分のブランディングとか影響力とか認知度っていうのがめちゃくちゃ大事だし あのそれはやっぱり自分にとっての資産になるのでそれがやっぱり2000人のアカウントと1万人のアカウントだったらどう考えても1万人のアカウントの方が牽引性もあるしあの、まあ、すごいなって思われるじゃないですかだからやっぱりせっかく YouTube をやるんだったらやっぱり1万人は最低目指したいなと思って最近ですねあの動画を結構更新してるっていうこともありますねでどん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 最近増えてきてるのでなぜかあの僕のチャンネルはもうほぼ あの、チャンネルパワーがなくて終わってるなと思ったら、またなんか最近、ちょっとずつ、以前に比べたら復活してきたので、あ、もう一回なんか、頑張る、なんか楽しみながらやっていこうかなと思って、あの、動画撮ってるって感じですかね。はい。で、そんな感じで、あの、まあ、YouTube の、まあ、今後のあ戦略と、あとはですね、あの、さっきいさ、まあ、最初に戻るんですけど、こういったタイトルですね。 あの自分が何か情報を発信するときは必ず一目でこの人は何をやっている人なんだっていうのを分かるようなタイトルを必ずつけてあの情報発信をしてみてください。はいじゃあ失礼します。